はい、皆さんこんばんは。4月の22日土曜日ボギーチャンネル、私主催の、日本の心、参議院比例第4支部支部長の、ボッキーテレコンでございます。まあ、週末でいろいろね、皆さんもお付き合いがある中、今日もこうして放送の方に来ていただきまして、誠にありがとうございます。まあ、今日私、はい、愛知県の方に来ております。愛知県、豊橋市の方で、本日講演をさせていただきました。まあ、豊橋市の、羽田神宮というね、非常に、由緒ある、まあ、神宮の境内の中の、会議場みたいなところで、この講演会をさせていただいたんですが、まあ、その静謐な雰囲気とは全く逆の、姑息で卑怯でハレンチで暴力的な大きな左翼の姿をスピーチと動画の方で紹介をさせていただいたところ、まあ会場からブーイングでも出るんじゃないかと思って少し心配してたんですけど、やればやるほど会場の怒りがなんかどんどん湧き上がってくるようでございまして、まあ、時々ガス抜きをして、笑わせてどうにかこうにか、最後まで務め上げた次第でございます。まあそうですね、講演っていうのは普通は、まあ普通喋るのがメインになりますよね。ただ私は今までのやっぱり講演とは違ったスタイルっていうのをやっぱり取ってみたいと自分自身思っています。それ何かというと、その講演の中でお話をする話に対比するいわゆる動画事実を、この集まった方々に見せるということで、その話の信憑性っていうのの裏付けをしたいっていうふうにやっぱり思ってるわけなんですよね。ただ話だけで、ゲートのところで襲ってきますよっていう話しても、ああそうなんだひどいねで終わるんですけど、それが動画が出てきてですよ、サリンド来るサリンドってこんなことされたら皆さんやっぱりと思うじゃないですか。はい。そして反対運動の現場で関西の方が多いって言ってもピーンと来ない。しかし動画の中で防衛局員に襲いかかる時にね、関西弁が飛び交うところ、はい、まあこのゲートで一般市民に襲いかかる時にも何のつもりやっていうことで沖縄の人のイントネーションとは全く違う声が出たり、綺麗な標準語が聞こえたり、まあそういったのを見て、やはり、ボギーさんの言ってることは話だけではありませんねっていうことでやっぱり納得をしていただきました。で、今日何よりも、あ、どうもチロさんデコフレームありがとうございます。何よりも嬉しかったのはですね、なんと今日会場にわざわざ遠く静岡からも、はい、うちのキャスのメンバーがわざわざ来てくれたんですよ。沖縄こっちまでね、はい、豊橋まで来てくれた。もうはい、私が何々です何々ですと、はい、あえて具体的に言いませんけど、もうキャスのメンバー何名ともここでリアルにお会いしまして、もうみんなで大喜びですよ。来てくれたんですね、ありがとうございますっていうことで、中には、私にお土産を持ってきた方もおられまして、すごいやっぱり嬉しかったですね。はい、まあ、このようにネットだけでつながってるんじゃなくて、リアルにやはりお会いできて言葉を交わせて共にね、語り明かせるっていうのは非常にいいなと思います。まあ昔じゃとてもじゃないけどこういったことはできなかった。しかし今はこうしてネットというね、ツールを使って全国の方々とつながる、そして情報を共有する、でそういった地域に行けば実際にお会いをして共に語り明かすということが今可能になっています。まあ、今後皆さんのところでですね、ぜひとも来て、左翼話って言ったらおかしいんですけど、まあ、沖縄の今日本の未来についてちょっと講演してもらえませんかっていうことがあれば、遠慮なく、お声掛けいただければ、はい、喜んで発声参じたいと思ってますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、週末の本当に普通はね、今時間っていうとみんな居酒屋とかに行ってる時間帯なんですけど、もうすでに150名余りの方々が見に来ていただいて本当にありがとうございます。早速
今夜も恒例の、我が番組のネットアシスタントの皆さんご紹介します。まず最初に、はい、JC2 さんこんばんはんこでございます。それと、はい、大島さんどうもこんばんはんこ。それと月夜ゼロイチさんのみのみ、そうです、月夜さんのみのみ、普通のみのみですよね。はい、ウッチーさん豊橋でございます。ペンペンさんこんばんはんこでございます。それからもずくぐみさんで、あといろはさん、はい、この声もありがとうございます。コーデさんどうもお茶ありがとうございます。そして本日お疲れ様でした。110さんこんばんはこでございます。愛を知る人さんサーモンは美味しかったってもう自分で行きましたって白状してるじゃないですか実は終わった後懇親会でサーモン食べてたんですよね、サーモンの刺身を。はい、それとベンちゃんさん、ケースーさん、アメリカさん、はい、そして、247323にミサチナヤさんお茶ありがとうございます。はい、ウチーさんそうですね、これ後でまたちょっと触れたいと思っております。お茶もうお茶が来てますので私もお茶ちょっといただきたいと思います。うん、南大阪の田久本さん、天理で乳麺食べてますということで、ケースさん、はい、こういったねぎらいのお言葉非常に嬉しいですね。はい、それとリルリルフェアリルこんばんはんこ、ゆきとさんどうもこんばんはんこでございます。はい、シンマンさん関西、そうです、関西もノリがいいですからね、みんなで大きなお菜を食ってやるとまた面白いんじゃないかと思うんですけどね。はい、ココさんどうもお茶ありがとうございます。カータンさんありがとうございます。キティーラさんどうもこんばんはんこ。はい、それが藤田モンドさん、ニラありがとうございます。ニラ、ニラですよ。はい、誰もね、手当てもらってるなんて一言も言ってない、ニラですからね。それと、国会軍工省さんに、ゆうこと機関銃さん、こんばんはんこでございます。猫吉さん、はい、お茶ありがとうございます。カーターさん、今日は、昆布梅茶ではなくて、これは緑茶ですね。昆布梅茶は、ちょっと変な味ですので。中佐は、三味線練習しながらということで、猫に引っかかれんようにしていただきたいと思います。サブリナさんどうもこんばんはんこでございます。はい、それとサブリナさん、スザクさんどうもこんばんはんこ、ゴルキツさん、はい、それとフォロンさん、はい、しっかりと生放送でやっておりますよ。はい、先ほどまで大げさ氏のキャスを見ていたので癒されに来ましたということで、そうですね、あまり政治の話ばっかりやってもちょっとやっぱりつまらんから、私今年はいろんなね、面白い地域の話でもやろうかなと思っております。はい、それと山田五郎さん、あとカッパ15、1号9号さんともこんばんは、ここでございます。ゆうこと機関銃さんの、機関銃のようなお茶の連射、すごい嬉しいですね。それと、大きなお左翼、埼玉出張所所長、小笠原所長。いつか埼玉でもですね、まあ、この沖さよ、漫談というか沖縄公演ができたらいいなと思ってます。埼玉のちょっと支部やらないかちょっと問い合わせしてみたいなと思ってますけど、もしイフコンとか、はい、タウンミーティングで私呼んでくれたらまた行って埼玉で大きなお左翼ということでちょっとお話をしていいです。埼玉もいいですよね。はい、まあ、ずっと行きたいところであるんです。一度も行ったことないですから。はい、そうですね、明日も選挙ですから、もう今日のうちっていう感じになります。さてさてさて、今日もいろんな話をしていきたいと思いますけど、やはりね、私のよく反対派の人たちのことを言い表すときに、姑息で卑怯で、暴力的な大きなお左翼と言いますよね。まあ、姑息で卑怯っていう点はまさに、こいつらに共通している段階でございまして、今日皆さんにお見せするのはまずこれからトン。はい、これはある方のツイッターの方から、引用させていただいております。名護省裏、両脇を機動隊につかまれ、身動きが取れないところをダンプが発射、タイヤが仲間の左足に乗り上げたということで、機動隊員が無理やり引っ張り痛いと仲間、はい、それから出して救急車を呼んだそうです。救急車、すごいですね、救急車。はい、こんな過失を犯しながら他のダンプはしわぶれと、自分たちは何もしてないっていうふうな言い草なんですけど、さてどんなことをやってたかと言いますと、彼らはこんなことをしていましたと。はい、トラックの前にドーンと立ちふさがっておりますね。
はい、そうです、カーターさんおっしゃる通り、 RSVP さん救急車、そうです、救急車を呼ぶと実績になります。普通こんなので救急車呼びますか。こいつらがね、沖縄の医療体制、特に北部の医療体制に大きな、ね、悪影響を与えてるんですよ。こうして車の間に彼らは、まあ、いわゆる入り込んで、はい、見えますかね、後ろにもいますね。こうして車と車の間に入り込んで、はい、やっています。今、何ですか、琉球新報は、19日に何ですか、校門でぶつかった事故を今日掲載していますということで、もうあえてこれあれでしょう、わざとあの選挙の前日、投票日の前日にこういったことを載せることで沖縄県民の反米感情っていうのを煽ろうとしてると私はあの思っております。はい、こうしてどうなった、この後どうなったかと言いますと、当然ながら大騒ぎをします。こういう感じ、いや本当にね、だって目の前に立ちを塞がってるんですよね。何が言っても平和的な説得行為、何が平和的ですかね。行く手を塞いで車を動けないようにして、何が平和だって私言うんですけどね、いつまでこんなバカなことを許してるんかと私は正直言って思いますよ、ね、そしてこれが救急車を呼んだ足だそうですと、うん、そうですね、これなんかあまり綺麗な足とは言えないです。今日もし食事してる人がいたらちょっとげんなりすると思いますけど、そもそもね、車に踏まれて足がこんなになるかって言ったら、これ今日病院の関係者が見てたらすぐ一目瞭然で、いやこれは引かれたもんじゃないよっていうふうにわかると思います。これは完全に変形してますよね。引かれてるのとはちょっと私これ違うんじゃないかっていうふうに思うんですけど、あ、セブンさんどうもこんばんは、くでございます。はい、ハロドさんが水虫と言っております。いや本当に水虫で救急車ではないと思いますけど、いや中佐はもう見てどうですか、これ車にタイヤを踏み潰された足になりますかね。踏み潰された足がこんなに関節が変形とかしないと思いますよ。はい、なんか内出血してるようなあれも見当たりませんし、どうなんでしょうね。はい、私とってもこれ不思議な映像だと思います。こういう足を見ててもしょうがないので次の画像に変えます。はい、そして、沖縄左翼のお決まりの救急車でございます。救急車、救急車呼べ、救急車呼べ、オスプレイ呼べと前に騒いでいた、いわゆる沖左翼がいたの皆さん覚えてますかね。はい、救急車呼べよ、オスプレイ呼べよ、自衛隊呼べよ、あははーとやってましたけど、彼らにとって、あうさこさんどうも、ドラちゃんが実はいるんですよ。高井のドラえもんが、ラプターさんおっしゃる通り、オスプレイ呼べと。いや、本当に、面白いんですよ。こいつらなんか本当に劇団、大きな左翼ですよ、本当に。いやぁ。1103、脳内麻薬出しまくりということで。いや本当にこの人たちは騒がないと一日終わらない。だって騒ぐことが仕事ですから、和歌山さん、その通りでございます。はい、こうしていわゆるトラックに足を引かれたと言ってね、救急車を呼んで事件を作り上げます。高松スリーさんよくご存知、人殺しって大きな声でやってましたよね。はい、そしてお決まりでございます、沖縄の新聞、これをしっかり載せます。はい、すごいですね、工場トラックに左足を引かれ指に怪我をした、事故があったと。はい、男性によると事故があったのは午後0時44分、停車中のトラック5台に12人で抗議をしていた。男性を機動隊員3人が排除しているさなかに1台が動き後輪で引いた。男性は救急車で名護市内の病院に搬送された。男性は、抗議は憲法で保障された権利、ちゃんと安全を確保してほしいと言ったと。何ですかこれ、安全を確保してほしい、
自分たちはね、この工事車両のね、いわゆる業務を散々に妨害しておきながら、自分たちは安全を確保してほしい、これは憲法で保障された権利だという、そうですか。だったらこの工事業者が仕事をする、これ就労をするっていうことも、これ権利じゃないですか。はい、いや抗議のためだと何してもいいっていうふうに憲法に書いてないですよ。はい、南野真彩さん、こんばんは、んこでございます。いや、ボートですよ、本当にその通り。伊藤さん、ボート。チャリアキさん、どうも、こんばんは、んこ、その通り。道路塞いどいてよう言うわと、その通りでございますね。白洲わかめさん、自分たちで車の前に飛び出したりとかしてね、危険行為して、それを安全を確保してほしいと、頭おかしいとしか私思わない、はっきり言ってね。しかしそれをこうして取り上げて、県民感情を煽ろうとするのはどうかと私思いますよ。はい、そして私がとってもね、気の毒に思うのはこれです。トーン、これ業者の運転手さんなんですけど、まあ、機動隊員がね、排除してる時に、もう行って行ってっていうことで車を動かしたら、痛い痛い痛いって言ってからやったわけでしょ。もうたまらないですよ、こんなことやったらね。当然ながら彼らは自己扱いしろってごねますよ。で、当然足を踏まれたって自己申告してるから、警察はこれをね、やっぱり取り上げざるを得ない。するとどうなるかっていうと、この運転手さんは人身事故っていうことで免許に傷はつく、そして下手すると罰金まで来るんですよ、罰金。まあ、詳しい人いると思うんですけど、人身事故を起こしますと結構な罰金来るんですよね。するとね、私が前に自分の知り合いが人身事故を起こした時には罰金が40万来ましたよ。40万ですよ。このトラックの運転手さんだったら2ヶ月分の給料を、ね、2ヶ月分の給料を罰金で払わざるを得ない。そして、こいつらはこの運転手さんたちにこう言ってます。私たちは仲間だからと。仲間がですよ、なりわいを奪い、免許を傷つけ、ね、そして生活の糧を奪いますか。よくもこんなね、ハレンチなこと平気で言えるなと思いますよ。はい、そうです。うさこさん、その通り。本当にひどい。以前、高江でも同じことがあった。基地に出入りしている工事業者の車を前後でサンドイッチをした。そして業者がしびれを切らして車をゆっくりと動かした。当然彼らはどきません。どうなったか。痛い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 、引かれた、救急車、警察と言って警察呼んで大騒ぎになった。その時に乗ってた、工事業者の運転手さんは人身事故で、はい、やられてますよ、警察に。警察も分かってるんですよ、おかしいっていうのは。でも先に動いたのは車だからっていうことで、これも本当にもう苦虫を噛みつぶすっていうか、もう本当にね、唇を噛みしめる思いで運転手さんの事故処理したと思いますよ。はい、こうしてね、彼らは自分たちは何をしてもいいんだと、ね、抗議のためは何をしてもいい、憲法で保障されている、相手のね、生活の糧も奪っていいんだっていうことでこうしてやる。で、車が止まらなかったらこのように車の待機場に行って、その待機してる車を襲撃するわけです。そして動かさないように前後を挟み、それでも動くと足を挟んだりして、事故だ、人身事故、救急車ってやるんですよ。もうどうしますか皆さん、これ野鳥さん、異常ですよ、これ。ね。そうです、カーターさん。もうね、これ、実はこの場所、このトラックの後ろに皆さん、ちょっと青い建物見えると思うんですけど、これ、名護警察署の裏なんですよ。業者は警察署の裏だったら待ち合わせ場所に使っていいだろうということで、そこに待ち合わせをした。当然、警察署のすぐそばだから、普通みんな安全だと思うじゃないですか。ところが、このね、反対運動の沖縄左翼どもは、その安全であるはずの警察署の裏まで十数名で現れて、こうして妨害行為をやって、結局は一人のドライバーさんに損害を与えた。で、自分たちはね、
機動隊が押さえつけて引かれたっていうことを大げさに話し、救急車を呼んで怪我をしたっていうね、裏付けを取った上で新聞が掲載をする。明日は投票日ですよ、ね、こうして沖縄では真実が歪められていって、新聞しか見ない人たちは本当に沖縄の工事現場の人たちひどいなっていうことになっちゃう。でもこれってね、テロでしょう、もうテロね、テロですよ。生きた爆弾ですよ。はい。RSVP さん、そうですね。これはもう、専門家が見たら多分わかると思います。専門家の医者が見たらね。はい。派手なデコトラでも、うさこさん全然関係なく潜り込みますよ。だってトラックの下に潜り込む連中ですよ。それでもトラックが動いたら、今の現行法ではトラックが悪いってなるんですよ。弱者優先で。はい、松本秀幸金欠難民さん、お茶ありがとうございます。もうね、これこういったところからやっぱり直さないといけない。表現の自由ね、思想信条の自由が全てに優先するっていう、そんなバカバカしいことがね、許されていいはずはありません。そしてこれをやっぱり防ぐためには、車の前に飛び込んでくるこういった極左暴力集団をどん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 ね、脇に避けるだけじゃなくて、検挙していかないとダメ。業者もね、もう黙ってちゃダメですよ。威力業務妨害、往来妨害罪で警察に告発をする。これ業者に私言いたい。なんで黙ってるのと。自分がね、業者だったらもうすぐ訴えますよ、弁護士使って。そうすると、その会社の車を襲わなくなるんですよ。はい。いや、本当にね、もう、たまにはコメントしてみますが、その思い本当にありがたい。ね。いや、狂ってます、これ、本当に。和歌山さん、異常ですよ。フリムン。泣き寝入りダメ。八千代さん、その通り。なんで業者が黙ってるのか。前に私、業者の方に話聞いたことがあります。ね。左翼に取り囲まれて、車傷つけられて、警察に訴えようとしたら、会社に止められた。なぜかというと、大ごとにすると防衛局が仕事を切ると言ってきたと。そんなこと言ってたんですよ。騒ぎにすると仕事をね、切られると。なんですかこれは。もう本当にね、どこまで弱腰なんですか。日本の外交じゃあるまいし。もっともっとね、どん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 悪いのは悪いで、やりゃいいんですよ。業者がみんなでね、こういったのをドライブレコーダーに撮って、威力業務妨害で訴えればいいんですよ。表現の自由と威力業務妨害、どっちが優先か、ね、裁判やればいいんですよ。なんでみんなやらないんですか。黙ってるんですか、ね、我々のようなね、一般市民がそこに行って彼らを排除すると、少しでも彼らに触ったりするとセクハラだとか、軽く押しただけでひっくり返って暴力を振るわれたってやりますよ、ね、こんなことがね、まかり通ってる？何ですか？沖縄は左巻きパラダイスですか？はい。このようなことがまかり通るとは私はあっちゃならんというふうに思っております。はい。まあ今はどうかわかりません。しかし業者がね、全然こういったことに対して訴えようとしないっていうことは、やはり何らかの力が働いてるとしか思えない。ね、これはもう今後やっぱりきちんと喋ってくれる人とね、話をしてみて、きちんとしたことが分かったら、また皆さんにね、お話をしていきたいと思っていますけど、どうでしょう。こんなことが看過されてる沖縄って、法治国家と思えないですよね。もし今日ね、いや、今日見てると思う、責任ある方々、いつも私の番組見てるらしいですから、決断してください。あなた方が決断しないから現場に負担がのしかかるんですよ。機動隊員、海保の職員、そして早くね、工事を進めて普天間基地の危険性の除去を一刻でも早くしたいと思っている人たち、そういった人たちの負担をね、さらに重くしている。私今日講演会の中で虫歯に例えました。虫歯っていうのは早く見つけて治療すれば、小さく削って時間もかからない、痛みもありません、お金もかからない。ところが、その削ることすら怖がって触らないで放置していくと、どん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 深くなって、
最後は神経まで行っちゃう。神経まで行けばもう痛い。そして治療費も大きくかかる。時間もかかる。まさに沖縄のね、この平和運動の現場が末期の虫歯と一緒なんですよ。早いうちに手を打ってればよかった。私は今でもそういうふうに思ってますし、今から4年前に私は、ロバート・D・エルドリッチ博士と、はい、議員会館に行ったある先生とお会いしてこの件を愚心しました。今はまだテントの中は少ないんですが、これからどんどん増えると思います。実際に県外からどんどん活動家が入ってきて動きがあります。今うちに手を打ちましょうと。その大物政治家は、もう私たちをね、ちょっと、もううさんくさいやつだなというような目で見ながらこう言った。いやね、テドコンコン、そんな心配はないよ。左翼？いや、あんな連中はね、警察に任せとけばあっという間にいなくなるよ。君が心配するようなことはないから大丈夫だって話聞いてくれなかった。全然聞いてくれなかった。はい、聞いてくれなかったんですよ。4年前に私ちゃんとこれを予測して愚心しに行った。きちんと伝えましたよ、細かいことまでね。今の状況、県外からの活動がどのように入ってきてるのか、どのような活動をしているのか、全部こと細かく説明して差し上げました。はい、その時に同行していただいているロバート・D・エルドリッチ博士は、今の沖縄の状況がそのまま進めば、今後沖縄で行われる、参議院選挙、衆議院選挙、そして県知事選挙、市町村の選挙で全て負けますと。負けちゃったんですよ、オール沖縄に。そうなんですよ、エルドリッチ博士の言う通りの現実が起こってしまった。だからこういったことはやはり早め早めに対処すべき。そして今手をこまねいてね、やってるともっとひどくなりますよ、もっとね。だから今できることあります。法律にのっとってきちんと対処すればそれでいいことでございます。今日のような人たちがね、二度と現れないように、車の前に飛び出したら、ね、往来妨害罪、ね、威力業務妨害で検挙する、現行犯逮捕ですよ。そういったことをどん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 やってください。一人当たりね、10センチ15センチの書類を書くっていうね、ご苦労はわかります。しかしね、同じことを何回も何百回も繰り返さざるを得ない現場の人たちの辛い思いもね、ぜひ汲み取っていただきたい。解放の方々もそうです、警察官もそうです。逮捕することができずにね、オレンジの V の外に押し出すしかない。陸上では道に飛び出ても歩道に押し返すしかない。そしたらまた戻ってきて、また同じことをする。どん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 それが増えている。誰のせいですか？決断をしない人たちのせいですよ。今ね、日本の政治家に一番不足しているのはその決断力なんですよ。俺がケツ持つからやってくれと、なんで言えないんですかということをね、私は申し上げたい。これ以上現場の方々に負担をかけてほしくない。業者の方々を苦しめてほしくない。このようにね、一部しかいない、ね、極左暴力集団のために沖縄をね、スケープゴートに私したくないんですよ。沖縄県民みんなこんだと思われたくない。沖縄なんか行きたくねえぜという人が一人でもやっぱり減るように、ぜひ決断をお願いしたいと思います。今日別に怒ってませんよ怒ってますかね。いや、ちょっと怒ってるかもしれない。はい、ということで次の話題、今日もたくさんございます。はい、今日またおかしなニュースはこれでございます。トン、こういったところの決断は非常に早い。添田氏保釈、199日ぶり高江で逮捕、支援者ら歓迎ということで、普通ね、普通犯罪を起こして捕まってる人間こんなして花束もらってるような感じで報道しますか？これちょっとおかしいんじゃないですか。はい、199日ぶり戻ったっていうことで、まるでヒーロー扱いですよ。沖縄の新聞は正気ですかと。はい、これもそうです。トン、
添田さんですよ、皆さん。添田さん。半年ぶり保釈。何ですか、これ。何ですか。民族派とか捕まったらね、さんなんか何もつけないで、容疑者扱いですよ。何々容疑者。実名フルネームで載っけたりして。はい、コシさんどうも、こんばんは、こでございます。容疑者ですよ、高松鶴さん。そうです、ヤクサ。自分で言ってますからね、それって。で、沖縄県民にはこう言ってにこやかな表情しか伝えられない。ところが正体これでしょ、これ。トン。沖縄県民に一切伝えられない彼の素顔がこれですよ。これ。軍関係者の生活さんどうもお茶ありがとうございます。なんでこれが沖縄県民に伝えられないんですか？さん付け。さん付けですよ。もう異常ですよ。沖縄の新聞、反社会的勢力に組みしてるんですか？それと、皆さんこれびっくりします、トン。弁護側は19日、7回目の保釈を那覇地裁に申請したが却下。21日、不服を申し立てると認められたため、保釈保証金800万円を地裁に納付したと。800万円。800万円ですよ、皆さん。先日保釈された山城宏司さんが700万と言われてます。で、清原さんですね、清原。はい、清原さんが、保釈金500万と言われてます。何ですか、この800万っていうの。誰がこの800万払ったんですか？ 800 万。本人800万持ってたんですか？だって、5万円をね、ある弁護士に、本人ねだってたじゃないですか。5万円を。5万円をね、ある女性弁護士にねだってましたけど、そんな人間が800万どんなして出すんですか？仕事してませんよ。そう、チャンネルアヤトさん。1500万の出資者誰なんですか？もしこれ、辺野古基金から出てるんだったらとんでもない話ですよ、これ。ね。もしこれが辺野古基金から出てたら、ね、沖縄のため、自然を守るためにっていうことで、寄付をしたお金が犯罪者の保釈金に使われた。いやーすごい。でもね、前から知ってるけど、辺野古基金は、氷山の水面上に見えてる部分です。見せ金なんですよ、あれは。本当はもっと下にでっかいものが沈んでます。それに気づかせないために、辺野古基金っていうね、ものをやっている。はい、コシさん、いい質問です。住所不定。ところが、彼の住民票は、東京にあるので、東京にすぐ、ね、返されています。はい。東京に。彼はしばらくはもう東京になります。そしてね、これの、はい、相棒である、はい、横川圭樹。こういうふうに言ってますね。はい、圭樹さんは当時たまたまそこにいたのかな。あは、やっぱり、圭樹さんは接見禁止ということで。僕は現場にいたので接見禁止だそうですと。だってこの横川さん、ね、この添田の犯罪の現場にいて、防衛局員自分で倒れたんだ、俺は取ってたからな、あははーってやってた本人ですよ。当事者ですよ、こいつも。はい。いや、意地があったら会ってくればいいんですよ。ね、まあ、東京に行ったら目が届かないから会えるんじゃないですか。はい。なんかスカイプでとかなんとかいろいろ言ってましたけど。本当は電話したりとか、連絡取ったりしたらダメですけど、スカイプだったりっていうふうに本人思ってるんですかね。いやー、すごいというか、なんていうか、本当異常すぎますね。まあ、こんなことがね、まあ、認められてるっていうか、こういうのが現実にあるっていうのは私にはわかんない。さて、これは今日の沖縄、キャンプシュワブ前。もうみんなこんな口元が歪んだ連中ばっかり、しっかりが集まってます。こうしてね。なんでこの人たちいつも怒ってるんですか？怒らないと精神、自我を保てないんですか？この人たちは。
本当におかしい。いつもこうして怒ってる。何かに怒ってる。何かに怒ることで自分自身をね、保ってるんだと私思うんですよ。はい。そして今日も工事業者入ったらしいんですが、いろいろ排除もされています。中には雨が降ってるんで、こんなことをやってる人もいる。何ですかこれ。傘かぶって、埋め立て承認撤回っていうこういう札を下げて、私は抗議活動をやってますよというアピールなんですか。これってね、これって誰に訴えてるんですか。これ雨粒に対して訴えてるのか何なのか。これって本当にね、いい年こいたじいさんばあさんたちのマスターベーションですよ。本当に私たちはいいことをやってるんだと、沖縄の未来のために頑張ってるんだっていうマスターベーション。こんなみっともない姿自分の親がやってたらね、本当に首に縄つけて引っ張って帰りますよ。帰らないって言ったら、じゃああんたとの縁はこれまでだって言って完全にね、縁切りますけどね。はい、ヒロさんおっしゃる通り、それも意味がありますよね。まあヒロさんだったら意味わかると思いますけど、いや若山さん本当に寂しい生き方だね。うん、それとカッパ159号さん、安保闘争もう一度、そうです、若かりし頃のあの地のたぎりをもう一度ということで、まあ11万さん、これに落雷でもしたら本当に本人たちもびっくりするんじゃないかと思ってるんですけど、そうですよ新満さん、年だからもうねえやめていればいいのに。そうです、うさこさん、すごいしつこい、つまり彼らはもう思想が固まってるから、もうねこうと決めたらやるしかない。もう完全にこれね、手段が目的化してます。はい。本来は基地を作らせない。ね。滑走路作らせないっていうのが本来の目的だったにもかかわらず、こういったことをすること自体が目的になり果てている。これがその惨めな姿そのものだっていうね、私は、思っております。そしてこのね、じいさんばあさんたちが口元を歪めて、座り込んでる時に、フェンスの向こうでは、こういったことがね、フェンスの向こうの住人たちと地元の子供たちの間ではこういったことが行われてますと。これは、先ほどのじいさんたちが座り込んでいるキャンプシュワブの、若いマリンの連中と地元の子供たちが、二見の海岸線をね、清掃している、様子でございます。あのじいさんたち、清掃活動なんか一切しないですよ。座り込んでね、汚い罵声浴びせるだけで。ところがそのね、罵声を浴びせられてる米兵たちはこうして、地元の子供たちと清掃する。先日は、辺野古の老人会の方々と清掃活動してました。今度は、二見区のね、子供たちと一緒に海浜清掃をこうしてやっているんですよ。私本当にね、素晴らしいなと思う。そしてこんなにたくさんのゴミ集めてます。はい。雨の中、ね、曇り空で雨がばらつく中、こんなたくさんのゴミをね、海岸線から拾ってるんですよ。海を守れ、自然を守れって言ってる連中、こんなこと絶対にしない。汚すことばっかり。ところが彼らが言う、海を汚してる張本人だの。で、罵倒してる米兵たちはこうしてね、地元の人たちと一緒になって、清掃活動、そっちをやってます。どっちが海をね、大事にしてると思いますか？見てわかりますよね。そしてこういった活動は一切、沖縄にしも、沖縄のテレビ局も報道しません。そしてね、私がちょっとジーンとしたのはこの写真。これ、清掃が終わった後に、このシュワブの米兵たち、はい。いつものマークでシングルマリンプログラムの若い連中なんですけど、子供たちに、今日はありがとうね、手伝ってくれてありがとうね、っていうことで、彼らが育てた花の苗を子供たちにプレゼントしています。実は二見っていうのはこの歩道にたくさん花を植えて綺麗なところなんですよね。ですから、この米兵たちも子供たちに花の苗を送って、それをもっと華やかにしてくれるんじゃないかっていうことでこういった花を送ってますけど、手前のこのアメリカ兵の手を見てください。
泥で汚れてますよね、ズボンも。そうなんですよ。こうしてね、手を汚して沖縄の海岸線をきれいにするために一生懸命やってくれて、そしてこうして花をねプレゼントしてくれる。どっちが沖縄のためになってますか？どっちが子供たちに見せられる大人の姿ですか？これはもう皆さんが見て判断していただければなというふうにね、私は思っております。まあ、そしてあちらの方は本当にえげつないことをやってますけど、まあ明日ちょうど投票日ですよね。投票日、あっち系の候補者がこの方で、末子さん。まあ昨日も紹介しましたけど、なんと新聞に政治ビラを挟んで、はい、うるま市の全校に配布してるらしいですね。すごい資金力だなと私思います。それとその配布するビラには本人の名前も写真も一切載せていません。うるま市初の女性市長っていうことで、これで法律が逃れられると思ってるみたいなんですけど、これ後々ね、うるま市の方が裁判を起こしたら負けますよ。だって女性市長候補っていうのは一人しかいないわけですから、本人の名前が載ってなくても推察できるんであれば、これ完全に私はアウトだと思う。自分が弁護士だったらそこつきますね。やっぱりこれが複数いれば特定はできないかもしれないんだが、一騎打ちでそれも女性候補者は一人しかいない中で、このチラシを撒いたことは、これ明らかに公選法に抵触するっていうことね。私がだったらやります。カータンさん、これ当たり前のようにやっていますね。うるま市の方、私知り合いもいっぱいいますんで、ぜひ地元の方がまたやってもらえればいい。でこの中で平気でね、いわゆる国民健康保険を払えない人は、児童手当が天引きしてますっていうことで、とんでもないことを書いていたんですよ。それに対して、ね、役所がこのように反論した。そんなことありませんっていうことで、国保税の滞納処分について法令違反をしていません。これ異例ですよ。ね。このうるま市の市長になろうとしてる方がですよ、このうるま市のね、やってることを嘘をついて広めてるんですよ。こんな人がね、市長になったらどうなります？行政マンやってられないですよ。これ市のホームページ。これ本当に謝罪しないといけないけど、未だに謝罪はないようですね。そして不思議なことに、この件について琉球新報さんが小さな囲み記事で載っけた。児童手当天引き、事実はない、山内陣営ビラに見解っていうことで、そういったことありませんっていうふうに市が、言ってることをね、なんと琉球新報さんが小さな小さな囲み記事で載っけてくれております。そうですね、うるま市役所全体も敵に回してる。はい、ラプターさんおっしゃる通り、アリバイ記事です、これ。もうね、勝つためだったら何をやってもいいんですかっていうことなんですよ。本当に異常すぎる。はい。そして、こういった変な横断幕も出てる。これ何ですか？なんて書いてるんですか、これ。末っ子に清き一票ください。山内聖子に勝手に連帯する会と。あのね、こういった横断幕、カラーですよね。一つ作るの大体これで9000円ぐらいかかるんですよ。9000円、1万円ぐらい。こんなの彼らね、何十何百って作ってるんですよ。どこからお金出てくるんですか？あと、登り旗。あれ、一本ね、旗竿と旗で、もう私も自分が経験あるから言いますけど、最低でも3000円ぐらいかかるんですよ。それをね、彼らは、1000本ぐらい作ってるんじゃないですか。ゆきとさん、すごい受けてますね。ピピル、ピルピル、ピピルピー。ヒトールピキ、ムールピキですか。いや、私、沖縄の人間だけど、何にも意味わかんないですよ、これ。ペンペンさん、これ、本当そう。暗号でしょ、これ。これ、もしかすると、暗号だと思いますよ。はい。ヒトウルピキムールピキピキ何ですか、ピキって。いや本当にミサチネアさん、その通り。
こんなえげつないことをやるような人たちにね、政治任せちゃ大変ですよ。で、彼らは、もう反基地ファーストが、県民に、やっぱり認められていないとだんだん分かってきた。今からピキって言いますかね。左翼のこと、ピキ。ピキ、ピキ。はい。ムールピキ。はい。沖縄左翼はムールピキと。ピキピキピキ。ムールピキ。何ですか、これ。頭おかしいんじゃないですか、本当に。もう何でもあり。はい。まあ、そんな感じで、選挙戦戦ってますけど、結果は、明日出ます。まあ、そういえば、選挙戦おかしいと思う、おかしい中で、私がやっぱり、おかしいんじゃないかと思うのは、やっぱりこれもおかしいですね。小長知事。小長知事。こんなね、沖縄が非常に大混乱の極みにあるときに、中国行ったり、イケボス宣言ということで、イケてるボスになることを誓いますと。もう、何ですか、沖縄の、沖縄っていうのは、狂ってるんですか？本当ですよ。榎本さん、ばっかじゃねえのと。どこの知事がですね、イケてるボスになることを誓いますと。あんた、ピキッと。小笠原署長、ピキ、ピキ、ピキッと。イケてないですよ、全然。ね。こんなどこぞの国を崇めてるような方がイケてるはずない。イカれてるボス宣言。ナイスでございます。今日の、座布団5枚は T2 明けさんですね。はい。イカれているボス。いやー、本当にもう情けない。そしてこの方の息子が息子でまた面白いっていうか、情けないっていうか、この親ありき、この子ありとん。もうね、7月にある、那覇市議会議員選挙出るつもりで、やる気満々。もうとにかく、ね、親子揃って政治家を目指すということで、後援会事務所開き、大長竹ある。もちろん、公選法違反ですよ、これ。だって、顔写真も載ってて、名前も載ってる。こんなの堂々とね、出して、何のお咎めもない沖縄。どうなってるんですか、これ。ね、これ会費500円っていうのは500円もらえれば、いわゆる買収にはならないわけなんです。100円でも50円でもならない。その500円取っている。エロマジンさんおっしゃる通り、本当に私情けない。もうね、選挙のたんびに街中見て本当に情けない。なんでこんなに沖縄の民度って低いんだろうっていうふうに思いますよ。はい。いやーこの500円、白洲若見さん、実は、衆議院選挙、参議院選挙、全国比例、いやーまあ、その、国会議員の選挙では、一票のコストっていうのが500円って言われてます。一票のコスト、500円。はい、一票のコスト500円と言われておりまして、やはり、それなりの票を取るには、それにやっぱり500円をかけたぐらいのお金かかるというふうに言われて、おります。これが上がれば上がるほど対比効果が悪い。これより安くなるとすごい安上がりにやったなっていうことになるんですよね。はい。まあ私の場合にはどうだったかと言いますと、はい、この対比効果、みんなが驚くぐらいの低い金額でやりました。だってね、金ない人間が政治やっちゃっていいじゃないですか。金のない人間が、政治は金持ちのもんじゃないですよ。ね。金のある、ないじゃないんですよ。ね、本当に、志ですよ。この世の中をもっと良くしたいっていう人たちがもっとどん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 出てきて、やればね、変えられますよ。だけど今の政治っていうのは、特に沖縄の政治は、市議会議員選挙で、最低ですよ。市議会議員選挙で、500万。500万。選挙資金が。500万。ね。県議選挙になると、県議選挙になると大体、2000万ぐらい。国政選挙になりますと6000万ぐらい。県知事選挙になると、やはり、国政選挙並みに5、6000万かかると言われてる。
それをね、お金のない人もそういった政治を目指せるようにしようっていうふうに決められたのが公選法だったはずなんですよ。公選法、それがこういうふうにないがしろにされ、お金があって組織力があって政党が応援してくれてる人があった、そういった人たちがこうして堂々と慈善運動をして政治家として成り上がっていく。リャクちゃん、そうですね、市議の給料が月額那覇だと35万ぐらいが手取りじゃないですかね。はい、そのぐらいだったと私覚えております。はい、なんかね、こういうのをやっても全然お咎めがないのを見てると、本当に政治っていうのは金のないね人たちには政治やっちゃいけないのかなっていうふうにね、なんか情けなくなりますよ。自分はね、ずっと前に浦添市の市議会議員選挙に一度出たことがあります。その時に使ったお金っていうのが100万ちょっとだったんですよ。みんなに笑われましたよ。だけどないんだから、それ以上。だから違反ポスターも作らなかったし、上り旗もそんな多く作れなかったですよ。ほとんど家賃と、ね、印刷物に消えて何も残らなかった。まあ残念な結果になりましたけどね。はい。その時思ったんですよ。普通のね、お父さんや普通のお母さん、普通のサラリーマンが政治家になっていいんじゃないのってその時思った。しかしね、沖縄の今の現状では、公選法なんて合ってないようなもんで、結局はお金をかけた人間が勝ち上がっていく。法律を守らない人たちが勝ち上がっていく。これが現実。これってでも、おかしいですよ、これ。おかしい。やっぱりね、法改正もどんどんやるべきです。ね。こういったところも。そうすればね、私たちのような一般の人も政治を目指すことができるんですよ。私はやっぱりこういったところも今後、やっぱりもっともっと、この公選法っていうのをね、やっぱり改定して、違反行為については手厳しくやっぱり摘発をする。連座制ももっと厳しくする。そういうふうにして、法律を守らないような人たちは、政治の場からどんどんやっぱり淘汰していく。そういったことをね、やっぱりやるべきだと思いますけど、皆さんいかがお感じですかね。はい、ということで今日、皆さんに講演会の報告をしようと思ったんですけど、全然時間が足りません。これはもう明日にでもまたお写真とかいただきながら、また改めて報告をさせていただきたいと思います。今日熱く語ってるうちにあっという間に50分過ぎてしまいました。週末の貴重な時間帯をこうしていただけたことを皆さん心から感謝申し上げます。今日の講演会の様子につきまして、明日また改めてご報告と、それとあと選挙の結果も分かってたらまた報告をしたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、これで終了します。ぜひ皆さん、このまともな政治家が出るよう、ぜひ沖縄の知人友人がいたら、これはと思う候補者進めてください。よろしくお願いします。ということで、本日の放送、これにて終了させていただきます。皆さん、最後までお付き合いくださりまして、ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。